はい、どうも、ケキノです。今日ですね、ファイナルファンタジー5、ゲームボーイアドバンス1、続きやっていきましょう。いや、とりあえず白のところ向かいます。あー、そのまま行く？いや、一回こっちとっか。OK。足遅っ。シーフ。いや、あれでも十分早いんすけどね。まあ、ずっとやっぱシーフ使ってたんで遅く感じちゃいますよね。このスピードが快適すぎる。どっちだ？こっちか。白の文字だ。飛空艇の改造で余ったアダマンタイトが危険。元の場所に人たちに何かあったのかしら。元の場所って。ということで、タイクーン隕石に行きます。このスピードマジ快適っすよね。タイクーンは近いっすね。はい、ここです。チョコボ発見。バッツ危険じゃ寄るな。なんとこの床がアダマンタイトのエネルギーを吸い取っておる。ねえ、もしかしてこれで隕石パワーを回復させればガラフの世界に行けるんじゃない？何のことじゃ。カクカク、しかじか。まあ、全回復は無理。でも残りの3つの隕石のパワーも回復させればガラフたちの世界にワープできる。さあ、次の隕石じゃ、行こう。で、残り3つあるんですが、どこから行っても OK です。ただ、それぞれにボスがいます。はい、じゃあ次、行きましょう。次、どこ行きますかね。ウォルス。次、どこ行こうかな。まあ、こっち行こうか。はい。ウォルスの隕石。ここで待って、俺。任せといて。絶対戻ってくんなよ。終わったぞい。さあ、急ぎましょう。忍びの危ない。こいつらは全体攻撃で同時に倒したら早いっす。まあ、銭投げとかもいいっすね。アクアブレスでやっちゃいます。タイタンいけるかな？アッシーカーがちょっと怖いよね。よし、これ決まったね。一体一体倒していくと、アレーゼ復活されるんですよ。でも、まとめて倒すって感じです。さあ、次の隕石じゃ、行こう。じゃあ、次、行きましょう。はい、次、カルナック行きました。魔物が救っとる。行けと。
そうですね、とりあえず、まあ、ハリセンボンで押せば OK なんですが、バッツ MP56 しかねえじゃん。よし、行きましょう。これね、アースシェイカー2発がちょっと厳しいっすよね。瀕死になると使ってくるんですよ、まず。だ全回復してないと厳しいっすね。それが嫌だったら、北の山にさ、猫のやついたじゃないですか。敵。なんか宙に浮いてる。あ、OK。勝ちました。あいつを捕らえて放てば、レビテトなんですよ。それで宙に浮いて、だったらもうこいつは怖くないですね。はい、次の隕石じゃあ行こう。じゃあ次行きましょう。はい、着きました。じゃあラストっすね。さあ今回どうだ。帰ってこない。遅いわね。行ってみよう。じゃあ行きましょう。襲われてたか。こいつはデスクロー効きます。OK。で、ハリセンボンで、サクッと。いや、こいつ危ないですからね。ブレイズ使ってきて全体ダメージ、炎のダメージなんですが、与えてきたりとか、アクアブレスも使ってくるんですよ。サクッと終わらせないと危ないですね。落ち着け。落ち着け、落ち着け。よし、行こう。これで4つの隕石が揃った。そこがワークポイントです。ありがとう、シド、ミド。で、これで、もうワープポイントに行ったら、次の世界に行くんですよ。ガラフの世界に行くので、この第一世界は終わりです。で、この第一世界でやり残したことは、ここでやらないといけないです。芝の回収とか、必ずやらないといけないので、芝の回収と、あとは主人公の村っすね。あっこで歌もらえたじゃないですか。あれを必ず回収しに行った方がいいです。あとはね、もしレベル上げとかアイテム集めするなら、ちょっと行き過ぎたわ。ここっすね、ここ。この辺に出てくるんですが、敵が。まぁ、ちょっと降りて。で、こいつ倒すときは、操るが必要です。それでね、操る欲しかったんですよ。まあ、操るは青魔法を覚えるのも便利ですし。で、結構さ、ここまで青魔法使ってるじゃないですか。まあ、青魔法が強いんですよ。で、ピクセルリマスター、まあ、やるよって方ね。もちろんいると思うんですが。まあ、青魔法をね、とりあえず覚えて、まあ、ボスに結構効くんですよ。さっきのデスクローとかもそうですし。まあ、レベル5です、効くボスもね、いますし。アクアブレスもね、強いですし。だ結構刺さるんですよね。あと、ハリセンも。で、ここで、戦います。で、このプロトタイプっていうのが出てくるんですが、こいつを操って、今ね、ちょっと操れなかったです。だ二人ぐらい覚えとくといいっすね。で、これで操れました。で、こいつからエーテルも盗めるので、
まあ、エーテル盗んで、それも稼ぎつつ。で、自爆使って終わり。これで、あ、今ね、あの、3人なので、経験値666なんですが、4人だったら500です。で、4、アビリティポイント。で、必ずダークマター落とします。これが超貴重なので、まあ、他にも集めるポイントあるんですが、ここがね、一番楽だと思います。まあ、とりあえず操って、まあ、盗むなら、とりあえずエーテル盗んどいて、はい、エーテル盗んで、で、あとは自爆使って終わりです。はい、こんな感じで、ダークマターも集めつつ、まあ、エーテル稼いで、まあ、経験値、アビリティ稼いで、まあ、かなりやりやすいので、まあ、ピクセルリマスターでもね、多分使えると思うので、まあ、とりあえず必要なのは、魔獣使いの操るが必要です。2個目に覚えるやつ。なんで全部で60稼がないといけないですね。アビリティポイントを魔術使いで。よし、とりあえず、ちょっと変えとこう。青魔法にしとこう。誰が来ても、まあなんとかなりますからね。青魔法あれば。くらいでいいかな。ルーシーも結構いいっすけどね。はい、黒魔法で。さあ、急げ。片道切符か。帰ってこれないかもしれないぞ。いいわ。いいさ。ボコのこと忘れてなかった。よかった。これで第一世界終了です。物語的には中盤入ったくらいですかね。ここがガラフの世界で、ここ何もないんですよ。こんな感じで何かがね、隠れてるとかいうわけでもないっす。で、このパオってやつが出てくるんですが、まあこいつを倒して、結構痛いね。はい、倒した。だ、経験値は入らず、アビリティポイントだけ。で、テントっていうのは必ず落とすので、まあ、要はね、テント使えってことです。ずっと気になってることがある？なんであんな危険なことまでしてヒリを助けたんだ。母さんのことって覚えてる？の少し。お母さんを思い出すの。って話をしてたら魔物が来た。
で、バトルです。盗み損なった。盗み損なった。バッツ。バッツも連れてかれた。エクスデスの登場。ガラフたちがビッグブリッジまで来ています。ガラフかっこよすぎるな。お前たちに役に立ってもらおうとしよう。おじいちゃん見て、ガラフよ下がれ。下がらなければ子供たちの命はない。くっそー、みんな引くぞ。ギルガメッシュは、ここに。お前の肥料借りるぞ。バツたちを助けなければ。俺このね、ガラフの世界めちゃくちゃ好きなんすよ。特にこの音楽とかね。まあ、あの超名曲もありますしね。ここか。クリスタルのかけらを見つけた。バッツ、レナ、ファリス、待ってろよ。で、ガラフ一人です。ここはね、まあ、青魔法。まあ、これでいいか。ちょっといろいろ確認しよう。こっちが正解だったっけ。まあとりあえずね、全逃げでいくんですが、ちょっとまずこっち行こう。買いかかってる。じゃあ回復で OK ですね。こっちはね、おった。
突撃。デスクロ。ウリア、クリティカル。ハリセンボン。エリクサーゲット。4人揃いました、またシーフスかね、ガラフは。いやガラフシーフじゃなくていいか。青魔法覚えたいね。で、ファリス、ファリスシーフにしとこうかな。あ、違う、ファリスもダメっすね。バッツでいいか。じゃあバッツはこれで盗む青魔法で。まあ、竜騎士とかもね、ちょっと使いたいですけどね。踊り子ね。バサカ。まあ、とりあえず忍者で行くか。はい、じゃあこれ行きます。さあこっち。おっと見つかるとやばい。まあ、ガラフ堂々と言ったけどね。ちょっと回復しとこうかな。はい、で出ます。脱出成功。あ、なんかこのウォーターバズとか懐かしいな。で、次回はここやっていきます。ここもね、ちょっとやろうかなと思ったんですが、まあ、今回ここまでにしておきます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。